びっくりした。今日は業務効率化を図るパソコンの使い方について聞いてまして、はい、ちなみに今モニター使ってますけど、はい、何か理由があるんですか？一つのパソコンの中で左右で2画面にして使うんですけど、一つの画面だけじゃちっちゃすぎて見づらい。で、特に Excel とかスプレッドシートとかそういう表とか見るって横に見るじゃないですか、うん、が結構見づらいんで、モニターで広く2画面で、うん、でこっちに1画面で、うん、全部で3タブを見ながら使ってます。例えばこっちにコーポレートサイトがあるとしたら、これを見ながら会社に関する何か記事をまとめるってなった時に、どんなうち福利厚生があったっけみたいなのをここで写しながら右画面で作業していく。ここにじゃあ何を写すかって言ったら、常時確認しておきたいチャットだったりとかメールだったりとかっていうのをもうここに表示しておいて、何か通知が来たらすぐ目線をそらしたら見れる状態っていう風に使い分けてます。なるほど。じゃあいろんなことを進行してるってことですね。そうですね、同時に進行できるように意識してます。ブックマークを分けてるのは何か理由があるんですか？自分の部屋は汚いんですけど、パソコンとかは綺麗にしたいタイプで、これ友達とかで見られるのめっちゃ恥ずかしい。そうなん、これも効率化になると思うんですけど、あれ出したいとか上司とかからごめん急いでとこれ出してほしいって言われることは皆さんあると思うんですけど、その時にちょっと待ってくださいって言っても、例えば5分10分探していたら時間がもったいないっていうところで、すぐ出せるようにっていうところで、このブックマークをフォルダ分けできるので、それを活用してます。例えばトゥモローゲートの大枠の内容について、例えばとか管理表だったりとか、私広報担当やらせていただいてるので、広報に関する例えば KPI シートだったりとか、あとは最近作ったんですけど AI チャット GPT とかノートブック LM とかパープレキシティとか、 AI の最近使えるものがたくさん出てきてると思うんですけど、チャット GPT 以外の名前私覚えれなくて、いつもすぐ何やったっけってなっちゃうんで、ブックマークしました。ありがとうございます。出た業務効率化です。例えばなんやけど、ズーム使う時とかに画面共有もしたりするやんか。自分の場合は大体この形、ズーム画面分割でメモ欄でデュアルモニター使ってプレゼン仕様の投影、はい、こうするとこっちがスライドショー画面になるから、はい、これは拡張にしといて、こっちとこっち違う画面にしといて、はい、これをちっちゃくしておいて、これもちっちゃく。今のそのちっちゃくは何をしたんですか？この画面は全画面になってるから元のサイズに戻すってして、はい、Windows マークと右に押したら画面が右に行くけ、でこれも例えば最大になってたら Windows マークを押しながら左でして分けて、でズーム画面を戻す。画面共有の事故って結構多くてさ、自分のパソコンの情報ってさ、例えば他のクライアントさんの情報を開いてるときに自分のウィンドウを共有してしまって他のクライアントさんの情報が見えてしまったりとかしたらすごい失礼やから、そういうことがないようにこの画面上が共有スポットだよみたいな形に、うん、するためにもデュアルモニターを使うと事故が少ないよ。なるほど。もしくは会議室にあるモニターとかを HDMI でつないで使いながらやるっていう風にすると事故が少ない。ここでズームで相手の顔を見ながらメモ帳でメモをしながら、今3分割してるね、はい、スライドショー画面を使う、はい、という形にすると2つの画面で4機能みたいな感じになるんで、これ大体こうしてるかな。で、ズームの場合はね、最悪デュアルモニターじゃなくとも、1画面でもスライドショーもできなくはないのよ。うん、例えば、これでスライドショーした場合に、これで画面共有して、はい、ここでパワーポイントを選択して、直接これを写してしまって、その上でこのメモ帳を開いて、で、相手の顔もここで見えるみたいな。はい、っていう風にするとできなくはない。デュアルモニターがやっぱりあった方が全然いい。プレゼンテーションするときに相手の顔が見えてないとすっごいやりにくい。どんな風な表情で見てるのか、納得してくれてるのか、会議的なのか、それを見ながら喋るって相談の場だったら受注に大きく関わるので、必ず相手の画面が見えるようにしながらやるっていうのはすごく大事です、うん、ズームは画面1、画面2みたいなやつの画面2だけを選択みたいな感じですよね。そうそうそう。そしたらこっちにさ、見せたいものがあったらこうやってなんかポーンと持っていけばいいな。それに Windows 使う人によって、そもそもその設定をされてない人もいるんですけど、それはパソコンの設定ですか？ファンクションの F3 で拡張複製 PC のみ選択できるんで、設定すれば大丈夫。まずはそこの設定をしてから表示ということですね。よくコントロールパネルからスクリーンの設定みたいなものをやってる人いるけど、ファンクション F3 でもうその場で選べるから、はい、多分その設定しようっていう意識なくてもこれさえ覚えておけばポポポって選べるよ。ありがとうございます。いいタイミングで振り向いてくれました。リサはすごく業務効率を意識しながら仕事をしている印象がありますが、そんなパソコンの使い方を教えてください。今のこの台は何か理由があるんですか？
こういう猫背を直すため、はいはい、やっぱ違います？違いますね。これはお試しで300円で買ったんで。300円、300円で売ってるんですよ、うん、買ってみて良かったんで、ちょっといいやつに新調しようかなと思ってます、うんうん。あ、ありました。マウスにもともと設定されてるものがあるじゃないですか、うん、切り替えれることを最近知って、うん、あ、ずっと知らずにやってたはい、戻る進むを使い出したら戻れないんですけど、うん、例えばここを戻るに変えたりとか、スクロールのところに、はい、これはなんていうマウスですか？エレコムのマウスアシスタントファイル、お医者さんが考えたみたいなマウス、うん、だったと思うんですけど、これで、うん、なんか右ボタンはそれこそコピーとか、うんうん、ショートカットキーを設定したり、なるほど、一番自分が使うものにいろいろ設定していけるんや、はい、そうなんですよ。これを最近知ってで、うん、デリートボタンにしてるんですけど、うん、私はわーって書いてて、うん、私結構やっぱマウス派なんで、うん、カチ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 ってこうしていけるのがすごい効率上がったなって思います。進む戻るはページの進む戻る、あ、そうですそうです、うん、それはもともと設定されていて、うん、昔からずっとこのマウス使ってるので、あ、じゃあなんか間違った時に戻ったりとか、あ、そうです、ページ戻ったりとか使ってるんですけど、うんうん、ここをいけるって知らなくて、うんうん、で使えるのはその右の2つのボタン、ここと、うん、ここと、このスクロールも何にするか変えれて、うん、このスクロールをこっちとこっちにカチカチなるので、それが設定できる。今画面を切り替えていってるのは何のショートカットキー使って切り替えてるんですか？オルトとタブです。こっち派です。 Windows の方じゃなくて、私はこっちでこう行きたい、うんうんうん、せっかち派です。ちなみにさっきはちょっとちらっと見えたのが、チャットワークとか3つぐらい同じタブが出てましたけど、めっちゃ見られてる。ちょっとなんでチャットワークを3つ出してるんですか？同時に7社ぐらいとか連絡が来たりするんで、うん、緊急度が高いものとから返信したり、うん、2秒で返信できるものは今返信したいって思うので、一、うん、つで対応してから返事する5分かかるもの、うん、秒でいけるもの、なるほど、ルームを切り替えるのが嫌やから複数のルームを立ち上げとくってことね。案件ごとにとか、うん、下書きしているものだけが立ち上がるようにして、タスクが漏れないように、うん、こっちのやり方をやっていってるんですね。ありがとうございます。早速パソコンの使い方で、はい、時短になる使い方、何かありますか？私がやってることとしては、よく使うツールにブックマークするっていうこととは別に、ブックマークしたものをフォルダ分けしてまとめています。こっちの左側にあるアイコンだけ載ってるやつは、勤怠管理とかカレンダーとかチャットワークとか常に使うものをやっていて、その他に定期的に絶対に見たいものとか、覚えておきたいものとか、ふとした拍子に遡って見たくなるものとかは、こんな形でフォルダ分けで、まとめてます。私は一般の公募でコンペに結構応募をしているので、その応募時期を逃さないように、目星をつけてるコンペの情報がすぐ見れるように情報ページをブックマークして、それをここにまとめてます。あとはコピーとかデザインのサイトとかみたいな形で、なんかこういう案件もしてきた時に参考にしたいなって思ったものをブックマークして、そこに格納したりしてます。なんかデータ管理とかやってることある？データの名前を最初の1文字アルファベットをつけて、うん、アンダーバーその名前みたいな感じで統一しているので、うん、すぐに検索で探すことができるっていうのは、うん、会社のドライブの中のデータ管理でも統一してますし、自分のパソコンの中でもそれで統一してるので、会社のデータ管理のルールと自分のパソコンのデスクトップ上のデータの管理のルールを合わせるっていうのは、急にもしデータがこれどこって言われた時に、うん、他人が見ても分かるようにっていうのは結構意識してます。なるほど。みえちゃんも新卒で入社してから結構年数経ってますけど、5年目ですね。新卒の時ってそういうやり方って自分でやりながら覚えていくじゃないですか、うん、ってなった時に一番工夫したなって思う時短術とか、これすると早くなったなって気づきありますか？古いデータか新しいデータかっていうのが分かるようにするために、絶対に日付を先頭に入れる。それとは別に、その日付が最新のものかっていうのは分かんないじゃないですか、うん、なんで、最新のもの以外に全部先頭にオールドって、うん、私はつけるようにしてます、はい、じゃあそれは新しいのを入れた瞬間に古いやつをオールドに書き換えるってことですね。ですね。オールド、日付、アルファベット、名前みたいな感じになっていくので、うん、最新のものにはそのオールドってついてないものが絶対に最新。でしかも日付も分かると。時短って言いつつ、そのオールドをつけるって結構手間に感じますが、うん、それをする方が最終的には効率がいい。
絶対そうですね。では最後の1日に3回修正してその度にアップロードしたってなって、間違って1個前のやつをもう1回いじって最後最終チェックお願いしますって先祖返りしてたら、自分だけの時間じゃなくて上司の時間も食うことになるので、それだけは絶対に避けなければならないっていうところで、自分の時間を多少割くことでチーム全体の効率が上がるなら全然割いてもいいかなっていうところで、それは徹底してました。なるほど。Google カレンダーで借りはタスク管理とかってこと？タスク管理もそうですし、入れるときに移動時間も入れるっていうとかとかは結構やったりとかしてますね。例えば訪問とかしたりとか、一瞬使用とかで抜けたりして戻ってくるみたいな時に、その予定のとこだけしか行ってないと、その直後に Google カレンダーの特性上入れれちゃうので、予定ではないけどミーティングは無理みたいな時間を確実に入れとく、はいはいはい、そうすることで、ごめんなさい、ここ移動中で無理なんですよっていうコミュニケーションがなくなるので、私はプライベートも全部 Google カレンダーに入れるって大公開してるんですけど、ちょっと効率重視で全部公開してるっていう感じになります。ありがとうございます。